こんにちは、スロバチステーションのジャンジャンです。今ですね、僕は名古屋にいるんですけど、名古屋で仕事で、実は中日があって、とあるパチンコを休みの日にちょっと打ってきたんですけども、まあ、面白くてですね。好きなコンテンツで、まあ、入ったら打とっかなぐらいと思ってたんですけど、いやいや、ちょっとこれを早く動画にしたいなと思いまして、ただいかんせん僕今一人でして、急遽だったので、まあ、ジャンジャンチームの面々に立ててみたところ、まあ、みんな仕事があると。そうだよなと思いながらも、僕はただ一人思い当たる猛者がおりまして、ちょっとこれから連絡してみようと思います。動画撮られてるとも知らずに。あ、出た。お疲れ様です。今暇ですか？今暇か。まあ、仕事してる？いや、まあ、おねんねに勤しんでる。おねんねに勤しんでる。寝るの早くない？今、18時になってないよ。明日ってさ、スケジュール見たら空いてたんだけど、何も予定なし？まあ、一応予定があるかないかで聞かれたら、まあ、ないっす。ない？あの、明日さ、急遽新第6撮る気ない？明日？うん。どこ？東京？名古屋。なるほどね。そう、あの名古屋一番来てくれそうな人に電話してる今。あ、まあ大仏です。この界隈ではちょっと二つのフッカルでやらせてもらってますけど。でしょ、二つのフッカルだったんだね。はい、今日中に多分こ来るっしょ。来るっしょ。来るっしょ。いやー、ちょっと大変申し上げにくいんですけど。はい、今から行きます。じゃあ失礼します。本当にありがとうございます。いや、来ましたよ。お兄さんの頼みとあったら、はるばる飛んできましたよ。大仏でございます。ありがとうございます。まあ、何か打つとは聞いてますけど、まあ、今の時期で、まあ、昔から好きなコンテンツ。昔から好き。ある程度予想ついてますけど、一応お伺いしていいですか？ウルトラマンティガ。ティガティガ？ティガティガ。まあ、一応ティガ打つには、まあ、寝台ですよね。寝台。じゃあ、寝台6で。はい。じゃあ、打つからには、まあ、やっぱ何か目標を掲げましょうよ。まずね、指定録取るってなったら、まあ、大前提として、まあ、台を分かりやすく説明できたらいいなと。うん、まあ、今現状心霊ほやほやのある情報をお届けする。だけの情報ですけど、そこでお話できたらなと思うことと、はい、超最高スペックって書いてあったのに84パーループだって。おお、いいね。あんま今日体験できなかったけど。あれそう。で周りは出てたの。だから、まあ、万発ぐらいバーンって、まあ切りよくね、1万発ね出せたらいいなと思って、超最高で帰ろうかなと思うんですけど。なるほど。じゃあシネルク取ることと超最高な。あ、超最高ね。超最高。なるほど、失礼しました。じゃあまあ明日その2つを目指しながら、うん、共に頑張ろうぜ。ありがとうございます。頑張らせていただきます。じゃあちょっといつもの気合ぶち込んどく。いっちょか。それではウルトラマンティガ最速で今日それではいきます。トゥテテ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 ワラディグデイキュテイギャー愛を知るギャーゲジャイゲッセイワラディグデイキュテイキュハイヤー元気を知れてゲッセイギャーギャー。はい、ではウルトラマンティガいきたいと思います。1枚目、光の速さで出玉が出ると思うんですけど、光の速さで投資しないように頑張ります。サンシャイン協楽酒屋さんに遊びに来ているんですけども、先行導入でフィールドテスト入ってますので、そちらで実践させていただいておりますので、もしかすると実際導入された時に若干違ったりとか、もしかしたらあるかもしれないですし、情報全然まだ出てないので、ほど出てるところでお話し方になります。はい、そして本機のスペックなんですけど、超最高スペックって書いてある通り、継続率が319のだいたいこのぐらいが今の限界だろうと言われている 81% を超えて 84% で、 84% とかだったらオール10ラウンドって難しいと思うんですけど、それがオール10ラウンドなんですよ。ティガの突入率 50% で継続率 84% ってこれすごくて、本当超最高なんですよ。オール1500取れるのに右で 84% 継続を実現してる。これは最近のパチンコではないですね。で、ゲームフローなんですけど、319を当てます。すると 50% で、ウルトラバトルラッシュに突入します。
でそこで1回でも7が揃えばウルトラ超高ラッシュで1変動あたり 0.2 秒という高速消化で、しかも1回当たることだけでユニコーンが楽しめるという形になってます。で仕組みはまた入ったらお話しするんですけど、今回右の大当たり確率が67分の1なんですけど、転落が319で、この319何かというと、特随値普通の319を引いてしまうと転落になっちゃいます。チームクエストも一通りお話ししたいと思うんですけど、ゼブラ柄協力さんといえばですね、でメカ軍、そしてボタンバイブ、グリッター降臨 SPSP で、このうちゼブラ柄、軍、グリッター、ティガー、SPSP、この3つが複合したら渡りの子になります。で保留も、まあ、おなじみ青保留から、レインボーまであるんですけど、あの紫保留が今回 SPSP 濃厚になってますので、最近の協力者の中では、紫保留の信頼度が高めですね。 24% で赤で 45% みたいな感じです。おい、これよく絡んでました。入賞ディファッシュローで、もちろんゲーム数赤とかもあるので、ちょっとチャンス予告が来たらまずゲーム数注目ですね。さあどうだ。でステップアップとかの色もステップアップ数よりは、あ、タイマーだ、ステップよりも色に注目ですね。結構緑以上、いかに金系が出るかどうかです。でガッツタイムからは継続でしょう。これも色3種類あって、デフォルト赤金ってあります。キリエロイド懐かしいなー。手が、え、5点って SPSP までいけたら絶対グリッター手がいくんですよ。これ発展するかどうかすごく大事ですね。タイトル赤だったら25%まで上がります。これデフォルトですね。さあポイント13、今のが緑、青緑赤なんで若干チャンスアップですね。これ超えたら熱くなる。変身でダメでもガタの増はチャンスっていう救済演出があるんですけど、煽りなし。まあ見ていただいて分かる通り、いつもの強力さんのウルトラマンシリーズの演出踏襲してますので、あのよく打ってる方は大体流れ分かると思います。今回カスタム皆さんも気になると思うんですけど、カスタム先読みチャンスモード、ボタンブルブルモード、入賞時フラッシュ、新ネタアップモード、エアーバイブモード、ピューフラッシュモードで、一番最後にプレミアムモードになります。まあ、どんなカスタムかは分かると思うんですけど、先読みチャンスモード、今までのウルトラマンシリーズって先読みチャンスモードって大体当該でも変化してくれたら有効だったんですけど、今回は、当該の保留変化は対象外だそうです。でボタンブルブルモードは、まあ、いわゆるレバブルモード、占有率が 80% になっています。でエアーバイブモードとピーフラあるんですけども、まあ、ピーフラは当たればラッシュってのは分かると思うんですけど、エアーバイブ台によってはカスタムしてる場合に流れた場合はあの大当たり濃厚止まりっていうのがあったと思うんですけど、今回は、ラッシュ濃厚になります。まあ、こんな感じでお好みのやつ使ってみてください。で僕はデフォルトでいきます。まず注目演出の詳細から話していくと、ゼブラ柄は 8.5 に出るゼブラ柄は全て大技に濃厚だと思って大丈夫です。それで注目演出の1個のメカ軍なんですけども、軍流れた後にアートデッセイ号っていうでかい機体が来なければ大当たり濃厚です。でリーチになったら話そうと思ったんですが、今回もいつものようにチャージになって色によって信頼度が上がっていくんですけども、まあ、言ってほしいのは赤です。でこの色がリーチに出てくる終盤の赤ですね。赤ボタンの当たりデフォルトで、ここで出てくる色っていうのがリーチ終盤のカットインなので、緑のままいったら大体、カットインが緑になります。でスカイタイプ紫だと紫カットインで、パワータイプの赤だと赤カットインで、赤カットインだったらどのリーチでもそこから勝負って感じです。上げれるか、あ、上げた。ってことは SPSP いきますね。変身。さあ おはようございますが、でこの後に石間があって、子供たちがわーってきたらグリッターです。まあ来ない。で下はキリエロイドだったんで、キリエロイドのリーチで、ウルトラマンティガのリーチだと一番上ですね。で今出た後に曲流れたんですけど、これが
あのティガのエンディング流れてくれたら深夜のアップになります。最初からティガのエンディングだったら大谷の子です。で何より大事なのが、まあ、カットインも多分緑だと思います。チャージ緑だったんで大体リンクします。最後のボタンがサプライズだった場合深夜が一気に跳ね上がるんで、もうここ待ち、ウルトラバーン、まあこんな感じですね。緑カットインデフォルトボタンだったら、まあ、しゃあないよって感じです。で外れだったのアイキャッチなんですけど、 SPS 見に行った後に今のアイキャッチでティガがいなかったら復活の子になります。ね、さっき途中になってみましたが、注目エースのうちのボタンバイブなんですけども、変動開始以外でバイブったらだいたい 98% なのでほぼ当たります。で最後最強リーチの、グリッター降臨 SPSP なんですけども、極端に激アツなリーチがこの台に入ってないんですよ。最強リーチも死んでて 54% ほどですので、見かける機会は多いと思いますが、外れる機会も多いと思います。だから大仏との実戦久々やないですか。いつぶり？そうだよね、だって車内に山ごもり始めちゃったから寂しかったよ。ワンチャン来てくれないかなと思って来てくれたから嬉しかったわ。というわけでね、今日は久しぶりの、大仏さんが後ろにいるのでいいとこ見せますよ。今日の目標ですね、まずは寝台6としての仕事を全うします。ご説明、ちょっと寝台っていうところもあって出てる情報だけになるんですけども、頑張ります。もう一つ、超最高書いてるんで、まあ、超最高はまあ区切りよく一番以上かなと思うので、ね、そこを目標に頑張りたいと思います。でそろそろティガについて語る時間でもいいでしょうかね。コンテンツ愛、いやティガってウルトラマン、まあ、だいぶ知らないですよね。珍しいよね。まずウルトラマンティガって平成のウルトラマンで一番最初がティガなの。ウルトラマン人気投票で1位なの。1位、もうあっちゃん、あのウルトラマン界のあっちゃんだと思って。そう、自分が初めて見たウルトラマンもティガだったの。ここからハマったの。まずかっこいいから始めて、でもその時はかっこいいじゃん大体で面白いっていう感想なんだけど、ウルトラマンティガって大人になって見ても刺さるの。そう、確かウルトラマンティガって日本のなんかの脚本賞みたいなのを初めて特撮してもらったかっこいいもウルトラマンティガなんだよね。でウルトラマンティガがその平成のウルトラマン第1弾なんですけど、ウルトラマンティガ、ウルトラマンダイナ、ウルトラマンガイアって平成3部作って呼ばれてて、まあ、どのウルトラマンもあの人気あるんですけど、ティガとダイナが話つながってましてですね、ティガの10年後を描いたのがダイナなんですよ。胸厚展開でダイナの最後あたりに大悟出てくるんですよね。でネタバレになっちゃうから、まあ、詳しくは言えないですけど、そこでお互いがウルトラマンだからこその話をするシーンがあって、最終回近くなんだけどティガの曲が流れる。僕ダイナ史上一番深いシーンだと思う。話がちゃんとつながってくれてるし、ダイナでもティガに登場した感じ出たりするんですよ。あの興味持ってもらえたらティガからダイナ、あのここにこの2作品だけ見てほしいですね。明日ティガ打てるかもしれないと思ったからさ、最終回を見返したの、ウルトラマンティガの。泣いたよね、感動する。だからあの感動があるからこうやってすぐ2枚分も入れれる。スペック説明で一番終わったと思う。そろそろちょっとね、ケツ浮くというか、当たるかもしれないってうまくできるような演出でお届けできるように頑張りたいと思います。確率分母超えてしまった。このティガさん、平和すぎるし怪獣も多くてないみたいなんで、これで起こしましょう。ティガが起きない。あの昨日徹夜してた。睡眠不足より咳かつって、だいぶ思い込めてこれ。お願いします。若いやつは元気があっていいね。魂の4倍目嘘だろ。だから3万5千円くらいでなんかありそうだよね。おい、いいね、来ましたよ。ニューサリフロッシュボタンバイブとか絡んでほしいとこですけど、お、もう緑だ。保留チェンジ、色上がってくれよ。で技術さんの手が振って、
来ぬのか。貫通ミッション、タイトル赤でお願いします。モニターにせめてチャンスという文字が欲しいですね。なかった。あ、保留変えてくれたら OK。 ここ突破します。赤保留来たぞ。今日初の赤保留。4枚目入れたら何か変わる。あるある来るかもしれない。もうグリッターで来い。黄金の子供たち来い。ティガー、あ、来なかった。発展先は、おー、いいですね、キリエロイド。ティガー系だったら一番、うぅ、オッケー、ジャンサップ。あの、タイトル変わるのすごい大事なんで、こうやってこう、あれ、でも緑になってるな。カットインが不安です。頼む、タイプチェンジ。なんでかな。もうこうなったらさやかのボタンにかけましょう。ゼペリオン光線上がってこいよ。開けないだろう。手がいなかったら、アイキャッチで手がいなかったら復活です。いる。あ、隕石流れてましたよね、もう。あ、暗黒の支配者ってガタの像じゃん。あ、つい軍来た。あとですね、これがもし軍の最後なかったら大当たり濃厚です。で、中で来てほしいのはグリッターティガの方でした。さあ、唐突に来ました。頼むよ、ガタの像。トータル 54% あります。さあ、黄金のチルドレンたち、ありがとう。で、まずチャンスアップはタイトルの色その後に曲が変わるかどうかで、こういうのチャンスアップがガタナゾワの触手から逃げ出すときに蹴り返さないかどうかが大事です。蹴り返さなかったら大当たり濃厚です。あー、金当たりです。もう安心してみてよ。で、この後に立ったままだったんですよ。これ蹴り返すとかデフォなんですけど、ここで棒立ちしてれば大当たり濃厚です。で、何より大事なのがここもサプライズボタンが出るかどうかです。ピコン、こう、これが当たりボタンです。長かったな。537回転投資、32,500円。やっぱ4枚目入れた時に何かが起きた。で、偶数と奇数だったら奇数の方が昇格率高いんですよ。偶数が 45% で奇数が 50% あります。まずここ途中でグリッターティガになってくれたら上がります。なんかガロみたいな感じですね、上げ方は。もうこのままピタッと7が止まってくれてもいいですよ。ストップ、ストップティガ、上がってこい。ボタン頼むぞ。まだまだある、まだあるから。ラウンド中にボタンも起動させてもらえるんですけど、サプライズボタンが出てきたら問答無用で OK です。ウルトラマンティガの文字が赤で出てきたら、あっ、うわー、おかじゃ上がってこい、サプライズティガー。4枚目入ってたぞ。こっからの復活はないっすね。唐突に来て唐突に終わりました。あの、千ハマリとかっていう最悪の事態は免れましたもんね。次は初当たりカレビタお願いします。あ、ライン合ってる。あ、ライコーか。 OK 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 OK、 ライコー行きました。これがウルトラなら熱いんよ。止まります。で、今5点なんで、これでもしゾーン上げてくれるんだったらもう一発ガタのゾーンいきますね。これネクストだと思うんで、そうですよね。画像といらないな、画像とはいらないよ。ネック運行ね。あー、来い。ピッ、あー、上げないとこれは厳しいっすわ。ガタノゾウは俺、そう、それ、それ、それ、オッケーオッケー。
この剥がれた後の色が赤だったら 60% あるんですよ。大体これ 15% ぐらいなんですけど、意外と絡んでくれます。白でも当たり絡んでくるんで分かんないですよ。こっからのチャンスアップアウト、サプライズかどうかだけです。図柄を返せ。あー、ドキドキするんですよね。イメージ的にあの5本のレッドタイムアタックみたいな役割なんですけど、それよりも大谷に絡むかなってイメージはありますね。5番目いきます。はい、まもなくもう200はまるんですけども、ちょっとここでカスタム入れてみようと思います。先読みチャンスモード、通常時のみ入れてみようと思います。なんか何かをすることで流れが変わるかもしれないので、やれることをやってみようという作戦でございます。あと先を見つけて打たれる方も多いと思うので、あのこんな感じかなっていうのもなんかお伝えできればなと思います。悪魔の数字6枚目。お腹のカラータイマーは収まったんですけど、財布のカラータイマーが後続点滅してます。残り6000円で完全に僕の財布から行く口が消えます。先読み頼むよ。で今先読みつけてるじゃないですか。あの強音とかでもあったんですけど、まあ、リーチ外れた後にカラータイマーがドックンみたいな青くエフェクトがあって、音が入ると何々ゾーンと言わないんですけど、あれそれがカラータイマーゾーンって言って、外れたリーチよりもいいリーチがホールにあるよっていう下なんですよ。先読みチャンスにしてるので入った時点で激アツになります。ノーマルリーチの後とかでもね、たまに入ってくれるんで、意外と見かけるタイミングは多いかもしれないです。先読みチャンスだと意外とそれ待ちかもしれないですね。保留と入賞時フラッシュとカラータイマーゾーンを待てればいいかなと思ってます。ただいま39を更新しました。財布のカラータイマーが切れました。まだ諦めたくない。まだやれろ。じゃあ俺の魂を込めた1万円を貸してやる。マジですか。俺の魂の1万円いいんすか。魂の1万円借りても、あとで別に返してくれりゃ全然 OK。 返さなくても。いや、それは手が、それは手が、それは手が。今大仏が気持ち込めてくれた1万お借りします。だから前向きにちょっと7万円入れます。1万7500発あればプラスになるって考えたら全然気力します。手がは最強の戦士です。先読みっぽくない？先読み！やっと来たと思ったけどさ、俺エンジョイモードにしてない？あ、俺悔しがってて、手が手がやってたら勝手に返したの俺。つらっ。お、先読み来た。こんなヌメッと入るもんすか。よし頑張れ。あ、いいよいいよいいよ、餃子ちゃん。緑以上に書いてくれます。ゲーム数は絡んじゃないですね。赤飛んじゃえ。お、いい、紫スタート。悪くない悪くない。で、ネクストが止まると。いや、結構時間経ちました。536回転目まだ疑似れる、まだ疑似れる。 OK。ここで金欲しいですけど、赤ですね。画像と5点、来い5点。惜しい。で、メガ軍、まあ、20% 台が重なってる感じですね。グリッター、来い、金色になれ。怖い。もうタイトル金とかじゃない、欲しいの。デフォーダメ。うわー怖っ。いや、からでも絶対何も言えない。いや、これ緑じゃないでだよな。あのボタンがサプライズじゃなかったら諦めます。手が
アイキャッチ復活濃厚のティガがいないアイキャッチいる弱かったもん。やっとね先読み来てくれたんでこっから先読み来る流れになっ光の国帰ってもいいですか。あんたとは1回1500ハマりで AC 取ったもんな。頑張ろうぜ。2枚目のリーサルウェポン俺の援軍はあと1で あと1で、あと1でごめんね。当てよ。いきます。当てよ。2人の気持ちこもってから、うん、うおきたー入賞時の赤。しかもこれスパックランス保留でこれ今石ですけどこれ赤金って変化してもいきます。赤で 40% です。うわしかも復活の果実入りますね。ゲーム数赤も知っていえば欲しかったところ、これは期待しましょう。復活の果実の大体 40% です。びっくりした。で、天敗図柄が何なのかろうな。4点で、ネクストもできれば金がいいんですよ。開くでしょ。バン。絶対に勝ってくれ。負けるわけにはいかない。本当だよ。ちょ、勘弁してよ。で、軍だよ、軍。お願いだから上がってくれよ。物は十分、ゴールドも全部当たってくれ。何でもいいわ。極限なし。カットインが何出るのかな。さっき読みやつと入賞時赤だぞ。パワータイプなんで。え、緑でも当たるってところ見せてくれるのか。上がってきてくれ。頼むボタンおで、怖い押すぞ。守れよ地球。おお先読みじゃない。ここじゃない。当該か。当該ですよねこれ。まあでもちょっと SPSP 行くんでちょっと見てよ。え、金土。え、キャッチャーどっちだこれ。当たってもおかしくないぞこれ。次回予告。うわ次回予告でグリッタってこと。軍来て最後グリッターってか来ないかな。あ、来なかった。これ外すの嫌だもん。支配者。いやグリッターですよ。あ、当たったぜ。当たってた。1点敗だった。やったよかった。当たりました。1点敗はあのスーパー発展した時点で大当たり濃厚です。やっぱ占有率高いっすねグリッターティガ。やっと当たったよ。ありがとう。もうこの流れで金で行ってもらいましょう。742回転総投資76,500円。76,500円かかったな。かかったわ。シャーティガ開けてくれよ。おっしゃー、よかった。グリッターティガはあのラッシュの子です。粘ってよかった。やっとできます。で、ティガのいいところはこの 50% 取ったら1500発から始められるとこですね。あー楽しいわ。で、書いてある通りなんですけどもう1回当たったらウルトラ超高ラッシュ高速消化ゾーンに入れます。いやあれ先読みだったのかな。
どっちなんですかね。さあ最初ウルトラバトルラッシュからスタート。ここで今対戦相手がいるんですけど、バトルして負けても落ちません。落ちるときは必ずガタノゾワバトルを経由して落ちます。そしてもう一つ、バトル2回目は絶対負けないので、1回負けた後もう1回バトってくれたらもう勝利です。それだけ覚えておけば十分です。よし、では来たいと思います。とにかく赤待ちですね。もうテンパイしちゃってもう数打ちゃいい。 OK、 で切れる。おお、ゼブラだ。いい音。ダイナ来た。これ今回平成三部作とウルトラマン共演するんすよ。まさか一発目でダイナ見れると思わなかった。えです。だからダイナっぽいな。チョコラッシュ5回転だったゲットしました。もうこっから超最高っす。で今のキリエロイドは一番あの当たりにくいキャラクターなので外れちゃうかなと思ったんですけど、まさかのタイトル、あのゼブラでしょ。金以上のものは右打ちは全て大手濃厚です。わあすげえ、初めて見るわここから。1変動ここから 0.2 秒で81パスからね。はい、ではここから、超高ラッシュ、さらに高速のモードに移っていくんですけど、保留変化など起きればそれだけで激アツになります。で基本ここでも赤以上でもうほぼ大当たりの濃厚なんですけど、あのワンパンバトルだったりとか敵と戦って勝って大当たり、あとユニコーンを見たく流行りの速攻当たりだとか、そういう感じになっていきます。で基本的にデフォじゃなければ熱いと思ってもらえれば大丈夫ですね。よし、ではここから僕も初めてなので楽しんでいきたいと思います。いきます。早っ、7、はい、7みたいな感じで、はい、一発系のところはあの色が大事で青、緑、赤ってあるんで、まあ、どのみち赤待ちです。デフォは結構外しちゃいやすいそうですね。緑、緑、保留とかの色だと緑以上でいいんですけどね。オフ、光った。あい、いけるっしょ。スピーカー、はい、光ったよ、気づいたよ。これドキドキすんな。気持ちよくいこう。これドキドキしますね。3回目。だからラウンド中にも保留連鎖あるらしくて、あのベリアルとゼロの声だったりすると保留連とかもあるみたいです。まあ、そういう情報詳しく出てからまた分かってからお話しようかなと思います。ちょっとまずは自分もね初めて打つんでどんな感じかを始めようと思います。で、ハテナハテナの保留告知モードにすると全部の保留に数字がつくようになります。それがそのまま来たいぞって感じですね。おい、はい、いいね、スピーカーの違和感。これ気持ちいいし早い。まあやっぱ初回の半分1500発っていうのと、ここに行くのに壁がもう1回だけでいいっていうので、あのユニコーンのスピードよりはまあ劣ると思いますけど十分速いです。やばい、4分の1帰ってきた。速いね。でこの仕様としては、あの1種2種って特殊値の319でも、あの高当たりの確率でもどっちでも有効で台が多いですけど、この台は319を引くと転落する形になってます。なので純正67分の1を引いて大当たりを稼ぐ台です。でバトルもあってワンパンバトルになります。戦っただけで熱いです。同色、おいおい、青でもいいんだ。青でいいっすね。いやこれのためなら頑張れるわ。通常時ここに来るまでの壁低いからさ、簡単にポンってこれそうだもんね。もう満発見えてますね。これ7500出るんで、あと2連
7000枠突破しました。これあと保留連とかいっぱいしてると降臨ボーナスって言ってラウンド中にあのプシュンしてなんかやばそう。やだこれがやばい。ガザのゾーンバトルこれやめると蹴ってくれガセロ。今これボタンを押したんですけど ここでボタンを押すとここ今白く点滅したと思うんですけどこれが白枠レインボーになります。ちょっとやばいデフォだったな。ガザのゾーンバトルはこれ奇数でテンパってれば あの逆に当たりになります。頼むティガあとボタン連打すね。いやもうちょっとやらせもうちょいティガ頑張れ赤になれ立ち上がれティガマジかよ。リザルトで玉数がハテナハテナハテナだったら復活の効果もあります。あとこのシャッターの隙間から光が漏れてるとかもそうですね。1個目ダメ2個目ダメ3個目ダメラストアウト。あっという間の出来事でした。でさっきちょっと言おうとしたのがラウンド中にプシュンしたら保留で取ってる分丸あの全部一気に見せるような見せ方があるんですよって言ったら一番会いたくないガザのゾーマが出てきました。早かったっすね。いや7000発、出てくれたので、持ち玉がぐぐぐっと回復いたしました。あの速さならもう一発取ってもすぐ出るっしょって思ったんで追います。あそしてですね、まだお話ししてない、まあ、細かな法則なんですけどちょっと大当たり濃厚の晴天の法則があって都市だったら都市から次火山に移動したら大当たり濃厚あと港ステージから星ステージそして火山ステージから港ステージに行くと大当たり濃厚っていう法則があります。あのその他に説明するのがだいたい右側からパッて出てくると思うんですけどその説明ウィンドウが左から出てくると大当たり濃厚っていう法則がありますそういうのもあります。ウルトラチャンスとか入ってくれたらそこにもまた法則があるので入ったら喋りたいですね。入ったら喋りたいですね。魂の1500発。いやさっき外したさ入賞時の赤をここでリベンジしてぶち込みたいんよマジで。ほら白だけど伝わったかこれで頑張ってくれいいよタイマー赤タイマーくれどれ期待はガッツイング頑張っていこう緑ぐらいになっててほしいですよね。ネクストタイマーああでもガッツイングかおお赤おるよ激アツ！あっつどまり、まあまあまあこのシーンは最終回だから本当はこれグリッターってが出るはずなんよ、ここ違う原作通り行こう金になれまあでも赤ホールですからねゴルザでタイトル変わらまず赤タイタイトル変わんないかいや信じよう緑カットインだけは出さないでね次がその色だけは見たくなかった。いやどうだろう緑でたまには当ててくれよ。上がってこいサプライズにはならん。ちょっと待ってじゃないんだわ。復活も見てみたいっすけど。やっちゃったな。総投資結果全部使いまして7万、投資になりました。528ゲームまで頑張ったんですけどなあ、めぼしいのはまあ2回ぐらいあったかなぐらいな感じで本当に今日は初当たりが自分で下手な日だなと痛感しております。
ただ右の超高ラッシュを1回できてるので、まあ、そこで出玉感だとかちょっと伝わったかなと思います。まだまだ改善これが出てくるんだろうなと僕も楽しみなので、まあ、詳しくちょっと勉強してから導入始まってからダンク力の方でまた打ちたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。よかったら皆さんも打ってみてください。少しでも参考になったら嬉しいです。それでは明日も良い一日を。さよなら。てってってお願いします。っえっ一番いいリゼロ回しようよ今までで。前回超えようよ。赤ボタン金の絶望やらかるさ。うわぁ初めて見た追撃。すごいすごいすごい止めたら当たった。すごいすごい怖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 い。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。